原田めぐみと申します。今から歌わせていただく聖歌、キリストには変えられません。聖書には新しい歌を歌えと何度も神様から語られています。私は新しい歌とは一体何であろうかとずっと考えてきました。何か新しい楽曲のことだろうか、何か新しい声、歌い方、その問題だろうか。今私が思わされているのは、新しい心で賛美することだと思わされているのです。古から歌い継がれている聖歌、歌うたびに新しい感動を持ってキリストと日々出会って賛美するものでありたいと願っています。キリストには変えられませんは、私にとって生涯私の自身の告白として賛美し続けたいと思っている曲です。Thank you.